さん、こんにちは。今日は江口青年会が借りをつけていただきまして、茶谷に多くの皆さんにお集まりをいただきました。冒頭、浦添市の松本市長から温かいメッセージいただいて、そして前宜野湾市長の佐木松一さんから力強い、幹事長の紹介もいただきました。宜野湾市から選出されている松井正義県議のご挨拶もいただいた、こういう状況でございます。今日皆さんにここにご協力いただいて、この後私ども自由民主党の大演説会しっかりとさせていただいて、皆さんにいろんな茂木幹事長の言葉を聞いていただきたい、そう思っております。私は弁護士の生活を20年やって政治の世界に入りました。政治は生活そのものだと思います。毎日の暮らしと一番連携しているのが政治であります。今年沖縄が本土を復帰して50年、今度の5月の15日が復帰から50年の節目になります。よく沖縄のことを語るときに、50年経っても一人当たりの県民所得がまだ全国で一番低いということがよく語られます。50年経って一番貧乏だなんて話はもう終わりにしないといけない。そのためにこそ政治があるんだ、私はそう思っています。今回10年ごとに節目が来る沖縄振興の政策、沖縄振興特別措置法という法律が3月末日で期限を迎えたので、4月の1日から新しい法律にしました。この中で50年経っても沖縄が一番貧乏だなんてことも絶対言わせない。そのために具体的なことをやらないとこれ変わらないんです。だから法律の中によく皆さん沖縄振興策って聞きますよね、いろんな名前でね。この中にいろんな会社に税制上の優遇措置を使ってもらう制度があります。つまりこの特区制度とかを使うと税金が休められる制度がある。休められた税金は会社としてはそれを負担しなくてよくなるわけですね。この分を働いている人に渡してくれと、こういう制度を作りました。会社の中で内部留保したらダメよ、役員の人がお家持って帰っちゃったらダメよ、従業員の所得と給与を上げるために使ってください、給与の増額が条件となって税制上の優遇措置を作るということにいたしました。つまり何が言いたいかというと、具体的なことを一つ一つ作って、それによって僕らが、私たちが作りたい沖縄をみんなで作ろうじゃありませんか。50年経って一番貧乏だなんて言われてるんだったら、これを脱却するための方法を作るのが皆さんの声であり、私たち政治家の役割だと思っています。だから今回この新しい4月の1日からの法律には、税制上の優遇措置を使う会社は給与の増額を図らなければいけないという条件を新たに作りました。これが具体的にやること。そして、僕も子供3人育てている最中なんですけれども、自分の子供やお孫さんや近所の人たちが、子供が普通に英語が喋れるようになったらいいと思いませんか。沖縄の子は普通英語喋るんだよね。つまり沖縄にはこのデポの周辺もそうですけれども、基地であろうと基地の外であろうと外国の方って結構住んでる。皆さんもどうですか、ちょっと思い返してみて、外国人のファミリーの人がいたりしますよね。こういう人たちに協力をしてもらって、小学校の時何回も、中学校の時何回も、公費でホームステイができる制度を作って、何回も何回も何回もホームステイしていれば、中学校の義務教育終わる頃には沖縄の子は
ブロークイングリッシュぐらいだったら普通に喋れる。力屋の子だったら英検の2級とかね、そう1級すごい、1級ぐらいまでいけるようなチャンスが与えられる。そうしたらどうですか。この子たちが進学をするときも、まあ、有利よね。就職をするときも沖縄の子はいいなと言われる。それだけじゃなくて、例えば旅行しようとしたときに、僕もそうだけど、みんな外国行ったとき英語できたらいいな、よかったなって思うじゃないですか。那覇空港戻ってきたときに、今度英語の勉強しようと言って、勉強した試しがないというのが大体普通のことだと思いますけれども、沖縄の子はみんな英語が喋れる、そんな沖縄を作りたいと思っています。よく人材育成をしようというふうに言いますね。人材育成をやろうやろうというその掛け声だけでは沖縄の人材育成はできないんです。具体的な制度として、さっき言った沖縄振興の法律に76条2項と2項というのを作りまして、沖縄の振興のための教育に資する人材を作るという条項を作りました。作ったのでここに予算がつけられます。だから沖縄の子どもたちに英語教育を義務教育の中で何度も何度もやってもらえる制度を作ることができます。こういう形で一つ一つの仕組みを作っていく、これによって沖縄の将来を作ることができるわけであります。今自由民主党茂木敏充幹事長、ピンクのシャツでご到着でございます。皆さん大きな拍手でお迎えください。皆さん、沖縄の将来作り、一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございました。